こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました。またしても朝6時台にルンルン気分で山岡屋さんにやってきちゃいましたよねのコーナーでございまして、まあ今日も朝早起きしてやってまいりました。楽しみで仕方がない。明日山岡屋さんだって思うとね、ちょっと前日寝れなくなっちゃうくらいの楽しみさではあります。もう味の遠足ですっていうぐらいのお店なんですけれども、まあガツンと来て癖になる山岡さんのラーメンなんですけどもね、今回私ね、新しいラーメンが出たことを情報としてキャッチしまして、そのラーメンがね、割と僕の中では、あ、朝ラーメン向きの新登場のラーメン来たぞと思って6時台にやってまいりました。そんなこんなでやってまいりましたラーメン山岡屋さんなんですけども、やっぱりね、朝来るとね、ものすごい朝日を背にして店舗さんの外観がこれまた映えるんですよね、ここのお店で。今回の限定メニューなんですけども、こちらとなっております、ホタテ塩豚骨。これはいいでしょ。これちょっとさ、朝ちょっと割と山岡屋さんにしてはあっさり美味しくいけんじゃないのみたいなニュアンスもあるので、メガ盛りいっちゃう、メガ盛りでかましちゃうといった気持ちでやってきております。さあ、というわけで入店しまして、やはり早朝からお客さんもたくさんいらっしゃいます。みんないいね。なんかもうここに来るとさ、みんな同じ山岡屋さんファンという気持ちになって、なんか一体感生まれるというか、勝手にその気持ちになっちゃうんですけども、今回の限定メニューは一番上にありますね。で、ラーメンで攻めてみて、大盛り選びながらの、一旦これで購入して、さあというわけで、私ももう48歳ですので、無事一人で入店して食券を買うことに成功しましたが、こちらですね。で、このラーメンをメガ盛りにするために、さらに注文時に190円プラスして注文してみたいと思います。ホタテ塩豚骨ラーメン、はい、大盛りですね、はいはい、でもう一段階大盛りでお願いします。190円ですね、はい、200円お願いします、はい、ラーメンのお好みございますか。あ、全部普通でお願いします。はい、というわけでさらなる大盛り注文できまして、いつも僕ここで普通って言っちゃうんですよね、緊張して。麺の硬さ、油の量、味の濃さとかを選ぶこともできると。ただもう店員さんにお任せするのが一番だもんね、結局ね。で、卓上には相変わらずね、このような美味しそうな調味料が私を出迎えてくれておりまして、壁では恒例の塗り絵ギャラリーが開催されております。で、なんかクレヨンしんちゃんとかは新作ですかね、新作入ってますね。で、異常にうまい。あれ、ちょっと待って、大人も参加してんのかなって思わせるくらい、ちょっと塗り絵ガチ勢も来店してる模様でございますけども、しんちゃん、今回ちょっと大人のしんちゃんガチ勢来てますね。結構こっちがラーメン来る前にさっと仕上げられる正しい塗り絵の形ですから。でここら辺のポケモンのやつとかも、待て、軽い気持ちで参加しづらいくらいのレベルの高さになってる。ホタテ塩豚骨ラーメン、はい、大盛りの大盛りになります。ありがとうございます。いただきます。ボリューム大盛りの大盛りいきます。さあ、大ボリュームの迫力感あるんですけれども、見た目の美しさにも目を見張るものがあるでしょう。この見た目、ホタテ師匠の横にチャーシュー先輩もいるという共演、夢の共演果たしましたね。珍しいですよね、この組み合わせで。メンマ、わかめ、ネギネギ、ネギネギ状態でございます。そしてこちらにしっかり麺もいるよとアピールするかのように、具材を乗せないスペースも作っております。とにかくでかくてうまそう。いただきます。ではまずはスープこと、スープから飲ませていただきますけれども、ちょっとさ、ちょっともうすでに上が透明、下の方に白濁したスープが見えるような二重構造が、ほらほら、わかる？上はもう油膜、超分厚い油膜みたいなニュアンス。
広がるホタテエキス、抜群のホタテエキスで、その奥からやっぱりあの山岡さんのガツンと濃い豚骨の風、追いかけ豚骨、割と豚骨もおいホタテお前だけには好きにさせないぜみたいな感じで前に出てくるようなニュアンスもあるのかな。もう癖になっちゃった、うますぎる。あーうまい。安岡力也さんもこのスープ飲んだらこわもてじゃなくなるレベルで、もうにんまりしちゃうようなうまいスープでございました。で麺がなんとこのラーメン平打ちになるのかな、黄色くて短いっていう点では山岡さん善とした麺の感じするんですけども、いつもと違うのかな。うまい。平打ちでつるんとした加水率高めの麺っていうんですかね、でムチムチ感も味わえて喉越しいいという、もういいとこしかない。ちょっと想像以上のうっとり、想像以上うっとり麺です。味のかぐや、早くもめちゃめちゃお気に入りですよ。なんていうの、いつもの山岡さん の, あの豚骨感とホタテ感がハーフ&ハーフになったような融合ラーメンなのかなって思わせといて、100の融合ラーメンです。だから200になってるような。さすがガツガツくるぜ。ホタテは炙ってある感じですね。味付けがしてある炙りホタテでございまして、噛めば噛むほどホタテの味わいがもう口中、まあここまで来るかな、ここくらいまで広がるようなイメージでございます。で麺に関してはやっぱりね全然減らない、うん、だから来ましたね、器の中に製麺所があるタイプ。うまっ。上の油膜がさ、スープとか麺を閉じ込めているからなのか、ちょっとこうやってすくってくるともうほらもう湯気の出し方半端じゃないじゃん。熱々よ。わかめの方も存在として相当嬉しいですよね。つるぽり食感のわかめでございまして、やっぱりこのホタテエキス全開のスープと相性バッチリ、というかもう味の同窓会みたいなことをスープの中で開いてるのかなっていったイメージでございまして、おお、お前変わんねえなって言い合ってますね、きっと。結局がっつり来るんですけども、僕の最初の読み通り朝ラーメンとしても割とね合うかなといったイメージのラーメンでございます。これ朝いいっていうか、朝この時間帯にちゃんと席が埋まってるといった、月曜日だよ月曜日のこの時間だから、僕も昨日はね、だから娘とがっつり遊園地行って、妻が苦手だからさ、僕が遊園地担当で、娘はさ結構さ絶叫マシン系好きなのよ。で僕苦手じゃん。だけども娘が乗りたいって言うから一緒に乗るのよ。でそれを繰り返してたんですけども、一個さあの水の中にジャバーンって入っていく系のさ、最後急滑りで水にジャバーンって入っていく系の乗り物に乗り倒してたんですけども、その乗り物が乗ってる人たちがさ、どんだけこの瞬間に絶叫したかっていうボリュームを計測して、ここになんか電光掲示板で映してくれるのよ。でその日のあなたたちはこのくらいの順位ですよ、ボリューム的にみたいなことを教えてくれる機能があって、それでちょっと上位狙おうって娘と言って、僕もね怖がりですけどもわざと絶叫してた部分もある。そしたらね、視聴者さんが偶然見ててくれたようでございまして、僕が娘よりもめちゃくちゃ絶叫してんのを、すごい笑ってた、上から笑いながら大丈夫って手を振ってくれてた、恥ずかしかった。それを乗り越えての今朝ラーメン。ちょっと待って、新発見。もっとそこの方から取ってきた
やつ麺の方がエキスすごかった。これ一回天地返しした方がいいくらい。あ、奥の方のやつちょっとまた濃度高いぞ塩分濃度やら何やら、ちょっと一回こうしよう。でチャーシューとか戻そう。でチャーシューごと行こう。肩ロースの感じですかね。うまさのその先、その先に行ったチャーシューはやっぱりさ、柔らかさと力強さ兼ね備えたうまいやつなんですけども、そこにもうやっぱりがっつりホタテ感含んでた、含みを持たせるチャーシューだった。味の不適切には程があるの終わり方、含み持たせてた。ごちそうさまでした。結局ね、今日一日結構口の中しょっぱいかなっていうくらい、まあ強い旨味が幸せ。いやー食べてよかった、美味しかった。というわけで山岡屋さんにてホタテ塩豚骨ラーメン食べてまいりましたが、さすがでしたね。さすが、やっぱ後半に行くに従ってもっと本気出してくるという、まあ凶悪なラーメンでございましたけども、それを求めてきちゃうんだよね、癖になるの。ほんでまだずっと今ウーロン茶買ったよ、自販機で買って飲んでますよ。でもウーロン茶で一回、あ、すっきりしたかなと思いきや、また今吹き出してくるから、なんて言うんでしょう、激辛料理さ食べて冷たい水飲んで、あ、収まったかなと思ったらもっと来るみたいなのあんじゃん。それになるくらいしっかりホタテ感と豚骨感と塩感、口の中にまた広がってるようなむちゃくちゃガツンとした味わいのスープでございます。癖になるに決まってる、そんなラーメンでございました。美味しかったですし、おすすめですので、気になった方がいらっしゃいましたら食べに来られてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、3おすぎさんからのコメントで、ハイジーさんって動画を美味しくするために焼き石で自分の顎を焼くタイプですよね。そんなタイプじゃないのよ、そんな取れたか今日ないなとか言ってさ、ハンバーグ食べてさ、頭の中でどうしようどうしよう、コメントも全然浮かばない、取れたかもない、やべえなって言いながら、なんかじゃあ何、メガネを下に落としたふりしてさ、あ、メガネ落ちちゃったとか言って取るふりして、じゅじゃないんだ、でわー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 熱い熱いってリアクション取って、よし取れたかあったから今日の動画大丈夫だじゃないのよ。もしも本当にそういうことが起きたとしてね、天然でね、僕がもしも本当に何かの偶然が重なって焼き石に顎がついてじゅってなって香ばしい匂いがしてきて、もうなんかもうそのシーンはカットするよ、笑えないでしょ絶対に。焼き石で顎焼いてるおじさんの動画見て。よっちゃんふみちゃんさんからのコメントで、食に関する質問です。コインランドリーのドラム式乾燥機の中で綿飴は作れますかねこれちょっと待って、よっちゃんふみちゃんさんさ、このコメント僕読んで、いや作れるかとかじゃなくて、まずものすごい優秀なテレビのバラエティの作家さんになれません？すっごい気になるんだけど、作れるのかどうか。知的好奇心くすぐられますよね。え、できんの？できんのかな？どうなのかなって。まあ、自分ちではやりたくない。だから、どこかのメディアさんが、そういう企画を作ってさ、ハイジさん、ドラム式洗濯機で、わたあめ作れるかっていうロケ、しませんかってなったら、ちょっとやってみたいですねって。ね、そのね、割り箸突っ込んで、こう、ぐる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 回して、できるんだとかって、ね、なったら、また楽しいし、でも意外とこれだけだと、まあできたとしても普通に綿飴だから取れたかないなと思ったら、そうか、自分の頭にザラメを仕込んで自分の頭でぐるぐるやってモコモコの頭になって出てくるみたいなことはしないんだから、ことはしないの。ハロースケスケさんからのコメントで、ベランダでチューペット吸わされて、そう、吸わされてない、そんな家族から追いやられてない、もうちょっとあなたチューペットリビングで吸わないでくれる、ベランダで吸ってとか言われてない。チューペットってそんな副流チューペットみたいなのないから、別に人前で吸ってもいいやつじゃないの、あんの受動チューペット、受動チューペットだから行って向こう行ってとか言われることないから。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 
タンタン、こちらティリン。サイコさんからのコメントで、今度筋肉マン放送に先駆けハイジー考案ブロッケンジュニアの新必殺技ベルリンの赤いブルマを考案したと聞きました。ご説明よろしくお願いします。そんなこと考案してない。ベルリンの赤い雨に対抗してブロッケンジュニアの新必殺技ベルリンの赤いブルマ、それ技なの？ただのコスチュームじゃん。ブロッケンジュニアが赤いブルマ履いてるだけのコスチュームじゃん。技でも何でもない。それで相手をひるませるって技じゃない。なんで今日赤いのって言わ、筋肉マンのやつパクってきたのみたいなことを言わせる技じゃないの。というかもう今日もね、山岡屋さん、女性の店員さんもいらっしゃっていつも見てますって言ってくれてんのよ。そういう会話をねした後のエンディングでブルマとか言うのすごくね、なんか嫌なのよ。ここも見てんのかなとか思うの嫌なのよ。やめて。